ムルシア州カラスパーラで生産されたボンバベバレンシア県ソリアーナで栽培されているボンバ米のイネボンバ米は単粒種の米である。主にスペイン東部で栽培されている。パエリアやその他のバレンシア料理で一般的に使われており、そしてしばしばバレンシア米と呼ばれる。アミロペクチンを含むために単粒である。ボンバ米はインドの品種を起源とし、中東経由で イベリア半島に持ち込まれたと考えられている。アミロースを多量に含むので、調理するとパラッとした仕上がりになる。真珠のような白色と揃った硬さの単粒種である。ボンバ米は、外れることなく2倍から3倍の体積の水を吸収できるという特徴があり、調理時には類似の品種よりも多量の水が必要である。また、調理しても粒立ちがよく残る。 ボンバ米はスペインで最も高価な米品種であり、特に、デノミナシオンで、オリヘンであるムルシア州、カラスパーラと、同州モラターリャのものが高価である。その他の著名な産地としては、バレンシア州バレンシア県、チリア、同州アリカンテ県ペゴ、カタルーニャ州、ジローナケンパルスがある。ありがとうございます。